ナイト様は優しいね。ん？なんだよいきなり。見張りを頼んだの。本当のところは俺らがヘマしてもあの子だけは逃げられるようにって配慮だろ。最善ってやつだよ、いろんな意味での。へいへい。つーか、かなりやる気になったみたいじゃないか。まあな、あの怪物オブジェクトに追い回されるくらいなら、もやし野郎と二人で基地に突っ込んだ方が気が楽ってことに気づいたんだよ。人影もほとんどないな。奴らには勝ち戦だ。油断してるんだろ。足跡はスペアパーツを出し入れした時のものか。あの建物臭いな。案外基地の中にストリップバーがあるだけかもしんねえが、その時はズボンの真ん中が盛り上がったバカどもと銃撃戦だ。ゴッ、とっとと終わらせてえな。ほらっきー、警備のザルっぷりといい、生身の兵が侵入するなんて花から想定していないんだろうけど。じゃなきゃ神様が守ってくれると思ってるとかな、新人組織の皆さんは。スリーカウントだ。ワン、ツー、スリー。ビンゴか。多分間違いない。脚部の静電気発生用のタービンだけど、なんだこりゃ。出力は連中が手法に使ってる回安定式プラズマ砲の2倍はあるぞ。2倍？確かうちの分析班のシミュレートだと、足1本につきタービンを10機は使用してるって話だったぞ。案の定死ぬほどごちゃごちゃとセンサーがついてる。まあそれだけの出力が暴走すりゃただじゃ済まねえからな。少しでも早く異常を捉えてシャットダウンするための用心なんだろう。まあパーツが過敏症とかはどうでもいいさ。